カタリーナ・ホンエスター・ライヒは、バーデン・ヘン・キョウ・ハクカール一世の日。カタリーナは、オーストリア公エルンストとツンバルカ・マゾビエツカの娘で、ある。長兄・フリードリヒ三世は1452年に、神聖ローマ皇帝となった。カタリーナは、兄・フリードリヒ三世やアルブレヒト六世と共に、ウィーナー・ノイ・シュタットで育った。1447年7月15日に、プフォルツハイムで、 バーデン偏京白カール一世と結婚し、カール一世に持参金として3万ドゥカートをもたらした。カタリーナは自分が好意であることを示すため、自らの紋章として、バーデンの紋章の横にオーストリアの紋章を加えた。結婚後、カール一世はオーストリアチロール大公ジークムントにより、前方をオーストリアの知事に任せられた。この時、カール一世は、 ジークムントの古文館マテウス・フンメルと知り合った。18年間の穏やかな結婚生活の後、1475年に、夫カール一世は死去した。息子クリストフ一世は、家父となった、カタリーナの住まいとして、エ園バーデン城を譲り渡し、自身は新たに、バーデンバーデンに、新城を建設した。カタリーナは1493年に死去し、バーデンバーデンに埋葬された。 ありがとうございます。